よくやった。長谷川さんってよくやったが口癖だよね。他に何か言葉があるか。確かにそうなんだけど。グッジョブ。それはそれで変。お手柄だった。それもありだ。何の話だ。ああ、部下の褒め方をな。お前の口から部下の褒め方の話が出るとはな。それで話って。さくらのことだ。さくら部署異動で俺の部下な。どうして。上の決定だ。相性で決めたんじゃないのか。そうか。なんだ寂しそうだな。まあな。変わったな。お互い様だろ。優秀な子だ。頼む。くれぐれも殉職させるな。だろ椿に茜。周りから死神って呼ばれてることには気づいてるよ。前島。はい。この資料来週までに頼む。承知しました。この後の予定は。山梨の面談です。おっか、残念だ。デートのお誘いですか。いや、たまには飯でもどうかなってな。別日でお願いします。ね、長谷川さん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 、駅前のカフェ行こうよ。最近バズった。ありだが条件がある。制服禁止でしょ。そう、理由はパパ活だと思われたくないから。私服はパーカーで顔が見えないように。人前では親子のように振る舞う。うん、それならいい。長谷川さんのおごりね。親子みたいですね。僕は行きませんよ。別日でお願いします。大事な予定の邪魔してすまない。仲いい。お前が指揮か。ああ、よろしく頼む。ミスはするなよ。お互い様だ。いいか、主犯格は現在調査中。早め先に潜入して調べてくれ。ターゲットの顔認証が終わり次第次の指示を送る。写真を送ればいいわけね。ああ、よろしく頼む。長谷川は状況を見て指示を出す。以上だ。あやめ、大丈夫か。余裕。終わったら駅前のカフェおごってね。ああ、あと焼肉も。早く行け。あやめ、どうだ。入った。そのまま進んでくれ。もっと奥へ。もしかしてもう逃げた後。あやめ、警戒を怠るな。待って、人の気配が。あやめから写真が。特定完了。名前は？アマロリキア。長谷川！やっぱりあなたですか、長谷川さん。天野、お前まさか生きてると思いませんよね。その子を話せ。ああ、長谷川さんの部下でした。とりあえず銃を向けるのやめてもらえます？
撃つと彼女に当たっちゃいますよ。その物騒なもの捨ててもらえます？あと通信機もこちらに。長谷川、状況。その声は中井さんですか？天野、ご無沙汰しております。長谷川は生きてますよ。絶体絶命って感じですが。天野、話を。いえ、失礼します。中井さんの声も久しぶりでしたね。まさか今の組織がこんな子供ばっかとは。その子を解放しろ。状況分かってます？着いた。さくら、ここから中は見えない。ターゲットが確認でき次第射殺する。へえ、あやめちゃんって言うんですね。浜野、少しでも動けば撃ちますよ。あやめちゃん、次は外しません。よせ。状況分かってます？命令できる立場じゃないんですよ。解放の条件は？条件ですか？日本人ならあれとかいかがでしょう。さくら、状況確認中だ。引き続き警戒を。これは見物ですね。何がお目当てでしょうか？その子の命は助けてください。元上司から土下座されるなんて変な感情ですね。約束通り今回は見逃します。殺したいですが一応貸しはありますので。あと外にスナイパー待機してるんでしょ？通信が復旧しました。天野、お前は包囲。スナイパーを撤退させてくれ。さくら、撤退だ。状況はどういう状況？さくら、命令だ。長谷川、早めの容体は意識不明。
重体だ。そうか。な、今は冷静に行動することが必要だ。お前はこの状況で冷静でいられるのか。鈴名やあざみが同じ状況ならどうだ。お前の気持ちわかる。でも死と隣り合わせの仕事だろう。彼女たちも理解している。お前が俺は冷静を貫かせてもらうからな。天野が憎いのはお前だけだと思うか。俺だってあいつが憎い。だが天野は強敵だな。今はまだ慎重に。俺にはできない。やばいやばいやばい。もし黒川さん、今朝のネットニュース長谷川さんですよね。あ、処理班報告なしはまずいですって。このまま世間に組織がバレたら。マスコミ各所にはすでに情報統制をかけてある。だがネットから情報が漏洩するのはすぐだ。平沢、無理を言ってすまないが、できうる限りの情報操作を頼む。わかりました。で、長谷川さんと連絡は？まだ取れてない。大阪市北区にて複数の男性の遺体が見つかりました。通報によりますと銃撃があった模様で、現在暴力団組員との関係性を調査しています。やばすぎ。黒川さん、今すぐ長谷川を止めるべきです。このままでは組織解体につながります。いや、黒川さん、すまない中井、俺には長谷川を止めることはできない。東条茜の殉職はルールを破った俺の責任だ。その件は把握してます。俺にはあいつのことが理解できてな。長谷川を部下として今冷静な判断ができるとは思えない。だからこそ同期のお前に今回の指揮権を託したい。ルールを破った男に説得力はないだろう。私は個人的に天野を憎んでいます。冷静な行動ができるかどうか。お前にならできるよ、長谷川を止めることもな。あなたはできることをやる。さくら、少し頼めるか。長谷川さんは連絡取れずだ。中井さん、天野利権はどういった男ですか。めちゃくちゃな悪ですね。10年近く前に長谷川の部下に天野利権がいた。天野は殺し屋としては優秀で、当時現場にいた俺を含め仲が良かった。だが俺がアブスルートを追ってた際に天野が裏切った。あいつは二重スパイだった。俺は現場であいつを問い詰めた。その結果撃たれて、それ以降現場を引退した。だから中井さんは指揮を担当しているんですね。俺はもともと左利きだ。今も銃は後遺症でうまく扱えない。長谷川さんは当時はかなりショックを受けていたよ。あやめと桜と出会うまでずっと一匹狼やったのもそうだ。
天野力也について知ってる情報を全て吐け。しゃっか次は頭を。処理が追いつかない。長谷川さん殺しすぎなんすよ。さくら、大体の位置は分かった。さすがだ。元部下だからね。田島、忠告だ。気をつけ。天野力也、遅かったですか。長谷川さん、私の知人を片っ端から殺すなんて、もしかしてキレてます？天野、お前を殺す怖すぎ。命は助けてやったんですから、復讐はなしでしょう。あやめちゃんは知りませんが、あなたのそういうところが。よく居場所が分かったな。まあね。あやめはまだ意識は戻ってない。残念だ。お前も協力するか。やめとく。もう部下じゃないもんな。黒川の下はどうだ。まだ何とも。俺の居場所を報告するのか。そのつもりはない。長谷川さん、私だって天野を殺したい。だけど私は上の命令に従う。お前らしいな。でも天野に関する情報を黒川さんから持ってきてたんだった。なんだかんだ部下思いだね、あの人。すまない、助かる。さくら、あやめのそばにいてやってくれ。黒川はどういうつもりだ。助っ人だ。情報は助かるが、これは俺の問題だ。だけだと思うか。あやめを紹介したのは俺だ。お前も協力がバレたらまずいんじゃないか。今回俺は上の指示通りに動くだけだ。どういう意味だ。司令室での指揮官代行を頼まれた。中井は。お前撃つなよ。何しに来た。黒川さんから聞いてないのか。天野の件は俺が統括する。お前ふざけてるのか。黒川さんが権限を手放した。茜の件だろ。だから今 SG のトップは俺だ。そして俺が黒川さんを指揮官代行に任命した。長谷川、俺が現場じゃなくなったのは天野が原因だ。言っただろ、天野が憎んでるのは俺もだって。これは天野の殺人許可書だ。ちゃんと申請しろ。それとな、無駄な死体増やすな。平沢が困ってる。よし、行こうか。どこに。天野力也の元に決まってるだろう。中井、お前降りろ。
前さ、俺の久々の現場発揮邪魔するつもりか。その腕じゃ足でまといだ。俺の身腕舐めてもらっちゃ困る。いいから早く運転しろよ。お前まだこの軽乗ってんのか。ご苦労。次は俺が運転する。まだ大丈夫だ。天野を殺す前に事故死されたら困る。ちょっとは仮眠しろ。乗るだけでさ3時間くらいかな。そうか。朝までには着くよ。その感じ昔思い出すな。天野の拠点だ。本当に正しい情報なのか。俺を信用しろ。衛星の情報だと敵は20人以上、長谷川を警戒して武装しているはずだ。天野の殺害は許可されてる。長谷川、中井、あやめの分を頼む。長谷川。分かってる。処分の話だろ。ああ、命令違反による処分は避けられない。全て終わったら受け入れるよ。ここに立つのも久しぶりだな。よし、仕事開始だ。赤外線センサーから隣のフロアに4名、後ろの扉からも2名、上階にも3名待機してる。前方注意、気をつけろ。かなりの死体袋がいるな。あと数名だ。殺した。よくやった。次は天野。おっと、増援のお知らせと。中井、気をつけろ。天野。これで終わり。残念でしたね、長谷川さん。復讐は果たせず。今打開策を考えてるでしょう。少しでも動けば引き金を引きますよ。こっちのが得意でしょう。
正々堂々勝負しましょう。まあ私の方が強いと思いますが。鈍ったんじゃないですか、長谷川さん。ませんよね。さっさと殺してください。あなたはいつも肝心なところで決断力が甘い。状況終了。長谷川さん、無事でよかった。何日寝てた？1週間と2日。あの男は殺した。さすが。まだ安静にしてろ。長谷川さん、駅前のカフェ。お前のおごりだ。焼肉もおごれ。扱いひどくない？あやめ、お手柄だったな。くっちょ。出勤停止と減給処分、これでも大変だったんだぞ。なんかいい。すまない、助かった。礼を言うなら仲間に言え。情報操作をした広沢、上層部に処分について頭を下げた黒川さん、前島も今は残業三昧だ。長谷川、今のお前はチームだ。そうだな、感謝してるよ。処分の間どうする？旅でもして人生見つめ直すよ。
the only one But now you're lucky Watch Mother City Get hit the top of the cloud Get up, step, come, step, start to get up Get up, step, 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 become a fan 今の前は一人じゃない行き止まりにぶつかったとしても見渡す限りの視界には俺はない ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バッキュン忘れよう忘れよう